もらった薬、それを飲むと本当に大人になれるの？うん、はるかさんが言うにはね。はるかさんが作る薬はいつも効果抜群だから大丈夫。早速試してみようよ。でも大人になるって楽しいのかな？そう改めて言われると。でも少なくとも大人になれば子供みたいってバカにされることはなくなると思う。うん、だからやっぱり大人がいいよ。わかった、ひばりちゃんがそこまで言うなら信じるよ。じゃあ飲むよ、みのりちゃん。さようなら、子供のひばりたち。こんにちは、大人のひばりたち。こんにちは。あれ、あんまり変わってない？どうかしら。あなたもよ、ひばりさん。びっくりね、ここまで変わってしまうなんて。お、ひばり、探したぞ。ひばりが欲しいって言ってたウサちゃんパンツ、夜桜が縫って作ってくれたぞ。本当にすごい出来なんだ。みのり、あなたの分も作りましたよ。ウサちゃんパンツ？そんなものに興味はないですわ。本当よね。は？もっとこうアダルトなものじゃないとね、みのりさん。そうですよね、うさちゃんじゃなくてもっとアダルトな、そうね、目標がいいですわ。どうしたんだひばり、そういう喋り方の遊びをしているのですか？お遊びじゃないですわ。みのりたち大人になりましたの。そう、はるかさんの薬でね。はるかさんの薬？なるほど、そういうことか。夜桜、薬を吐き出させよう。はるかの薬は怖いんだ。嫌な予感がする。わかりました。おやめになってください。せっかく大人になれたのですから。そうですわ、まだ一つも楽しいことしていないのよ。ならないの？ちょっと忍び転身。
牛さん、かわいそうに。まだ子供なのね。みのりさん、教えて差し上げて。大人の遊びが何なのかを。わかりましたわ。大人の遊びっていうのは、例えば。例えば、何です？ひばりさん、頼みましたわ。そうね、例えば、あ、そう、税金をお支払いすることかしら。あらあら、税金をお支払いするなんて大人の匂いがするわ。それって遊びなのか。子供にはわからないみたいね。きっと楽しみに決まってます。やん、このちくしょう。ひばりはできる子。吐かせることはできなかったか。なんでしょう、いつもより強くなっているような。当然よ、大人なのですから。さっさ行きましょう。とりあえずお税金を納めて、帰りにお選挙に行って、おブラックコーヒーを飲みましょう。いいんじゃない、たくさん尾がついていて大人の香りがしますわ。なんか小学校低学年が抱くような大人のイメージですね。みのりはブラックコーヒーとお酒の入ったお菓子をいただこうかしら。結局お菓子なんですね。好きに言ってて、子供にはわからない世界なのよ。じゃあまたね、夜桜さん。ひばり、税金を払いに行こうとするのは構わない。そこは別に問題じゃない。でも頼むから、その前に薬を吐き出すとか、水を大量に飲むとかしてくれ。どうしてかしら。柳生さんは今のひばりがお嫌いなの？柳生さんは子供のひばりでないと思えにならないの？そういうことじゃない。なんか良くないことが起こりそうで、俺はそれが心配で。何を言っておる、心配はいらん。ひばりちゃん、今のは何じゃ。あれ、みのりさん、これはどういうことじゃ。今度は老人の喋り方になっていますね。嫌な予感が的中した。どうすればいいんじゃ。はるかさんのところに行って直す方法を教えてもらうべきかの。それじゃ、そうしよう。気のせいか、心がもう疲れてきおった。大人の遊びどころの騒ぎじゃないわい。じゃあ野球ちゃん、行ってくるでちゅ。は？あれ、なんでちゅか、これは。ひばりちゃん、今度は赤ちゃんみたいになってるでちゅ。で、みのりもでちゅ。大人になって、老人になって、今度は赤ちゃん。年齢がぐるぐる回っているということでしょうか。ということは、もう少し待てば
いつものひばりに戻るんだろうか。パフーパフー。野牛さん、なんでしょう。なんか大して心配するようなことでもないような気がしてきました。実は俺もだ。しばらく様子を見てみるか。ひばりの赤ちゃん言葉もレアだしな。パパ、もっと真剣に考えてほしいでちゅ。そうでちゅ、そうでちゅ。おや、どうしたんだ。おむつが汚れて不機嫌になったのかな。それともおっぱいか。ごめんなさいね、わしらはおっぱいは出ないんですよ。あ、そうだ、二人はウサちゃんパンツは履きますか。今ならよくお似合いかも。パブパブパ